さんま。できました。今回はですね、4種類を作りました。各4色なんで、もう全部で16パターンですね。これ私今シンプルなハイネックにシンプルな V ネックを同系色で合わせてます。だから今2個着てる。同じ素材のハイネックに同じ素材の V ネックを合わせるっていうのをやりたくて、今回念願叶いました。これとベージュとパープルとブラック、これは今年だいぶおすすめします。で、ちょっとたまにはデザインで遊びたいなって思いまして、こちらもやりました。半々。おお、半々です。かわいい。どうですか？かわいいです。いいですか？いいですね。カーディガンもあります。同じデザインの、同じデザインのカーディガンバージョン。だからこういうハイネックにこういうカーディガンをしても間違いない。武井さんの一押しは、はい、私の一押しは、俺の結構これ好きだな。色が可愛いですね。でもなんだかんだ多分ね、これに薄い色のハイネック合わせて着たりすると思う。この色が可愛い。ちょっといい家の犬みたいでこれ好きですね。黒のこういうの1枚着て、上にシンプルなロングコート着たらもうバッチリハマるから、そういうのもやるでしょう私は、ということになっております。じゃあ今日はですね、はい、ライフスタイルのこだわりについて質問させていただきたいなと思います。めっちゃないかも。ありそうなイメージを勝手にあるんですけど、こだわり強そうとか、うん、マイルールみたいなのがありそうって言われるんですけど、うん、全くない。まあでも多分普通の人からしたら結構変わってるところあるかもしれないので、一食十人は一食十人は食人は、はい、好き嫌いもそんなないし、食いしぼってもらって、はい、質問していきたいなと思います。 OK の食について質問させていただきたいなと思ってますけど、一日何食食べて？現場があると結構朝早いんですよ。6時とか7時とかに入るとおにぎり食べますね、はいはい、2個で、そうなると昼休になった時に昼ご飯も食べて、うんうん、終わった後に夜ご飯も食べるから3食ですね。ただ休みの日は朝ご飯食べないから、昼と夜だけか、もしくは夜だけとか。今はダイエットとか今何もしてない。もう美味しいものを食べてます。まあなんかこう野菜が取れたらいいな。でさらにその野菜は色が濃いければ濃いほどいいなとか。毎年聞いてるんですけど、最近ハマってる食べ物2023年。2022年は俺なんて言うんですか。スンドゥブ。フォー。でも最近ちょっと面白い話聞いて、僕が20歳ぐらいの時とか、みんな口を揃えて焼肉に行きたい、もしくはお寿司、うん、ごちそうといえば焼肉とお寿司みたいな感じだったんですけど、うん、ここ最近焼き鳥っていう人が急増している。なんかちょっとそれに分析すると、なんか焼き鳥の地位が上がったのかなおい真面目に話してんだよ、こっちは焼き鳥の地位が上がったの。これは本当だぞ。10年前ぐらいまで焼き鳥って下町にあるような店みたいなとか多かったんだけど、最近はすごい綺麗で、それこそミシュランみたいな、料亭みたいな、すげえ、じゃあ料亭みたいなんじゃないごめんなさい。どっちかというともっとなんかモダンなおしゃれ焼き鳥がすごい増えてきた、ここ何年か。だからなんか今まで焼肉の枠を焼き鳥がシュッてこう奪いに来てるという情報情報があるでも確かにとは思った。俺は個人的にも焼き鳥に行く回数が増えた、うん、まあって言ってもなんか俺はこういわゆる下町的なちょっと古ぼけた木のカウンターでおばあちゃんいてっていう焼き鳥が好きだ。何注文するんですか？焼き鳥で、はい、あったらテンションが上がるのは白レバー、白レバー刺し、刺し、はい白レバー刺し焼き鳥屋じゃなくてもありますよね、レバー刺しけどその焼き鳥屋の白レバー刺しが好きだ。あとはセロリ、あとみょうが。一個串もらっていいですか？串はだって全部美味しいじゃん串なんかな、全部美味しいじゃん、どこで食べても一緒だ美味しいんだから最近美味しいかもって気づいた食べ物ですか？あーでもあるよね。20歳ぐらいで俺は納豆の美味しさに気づいたし、ウニとかイクラの美味しさも18歳19歳ぐらいで知った。
20歳か21ぐらいの時に小肌と出会ったあれは僕にとって非常に意味のある出会いだった。28ぐらいで千枚刺しの美味しさを知った。これは焼肉だ。あ、それで言うと焼酎とか、焼酎は遅かった。俺美味しいさに気づくのは、なんか千鳥の大悟さんに教わったのは、うん、まあ、その千鳥の大悟さんは志村さんに教わったんだけど、まあまずロックだと。でレモン別で頼んで、うん、一口飲んでレモンして飲んで水入れて混ぜない。で混ぜないと。一口目と二口目と三口目で味が違うっつって、はいはいはい、そういうのもします。今となって本当何でも好きだな。じゃあちょっと先生、最後この秋、はい、一番食べたい旬のもの、サンマ。サンマ、サンマ焼きサンマ、焼きサンマ、焼き。なんか俺寿司大好きだけど、多分本当は魚は焼いた方がうまい、炙ったりした方がうまい本当は。だから寿司屋でたまに焼かれた魚出てくるとき一番うまいもんあれ。次は、はい、衣食住の住で、住ですか、はい、お家の質問ちょっとさせていただきたいなと思います、はい。多分武井さんインテリアとかお好きだと思うんですけど、こだわりとかありますか、今のお家の。こだわりとかは特にないんですけど、好き、好きな。じゃあ家具はありますか。ローテーブル好きですね。ああ、椅子も好きですね。うん、アートも好きだと思うんですけど、結構買われるとか、はい、なんかそのいつどこでそういうアートとか買われるんですか。それはね、行きますし、展覧会みたいな、なんかギャラリーみたいなの行く時もあるし、バンクシーとかもあるじゃないですか、はいはいはい、ああいうのが結構オークションとかで回ってきたりする時もあるから、そういうのをチェックして買ったりしたこともあります、じゃあ家にある今一番高いものそれはさすがにアートになるんじゃない。寝具のこだわりありますか。大きい方がいい、ベッドは。買ったベッド屋さんで一番大きいのを作ってくれって言って作れてもらった。枕は硬いとか言われたから、これ俺も未だによく分かってなくて、自分が何が一番いいのか、聞いた話によると、ベッドの寝るマットレスがあるじゃん、夜中目だと低い方がいい、マットレスが硬いと高い方がいいという説があって、うちはちょっと柔らかめなの多分、そのマットレスがあるからそっちにしてますが、いいのかな、ちょっと。お家の匂い、どんな匂い。ディフューザーを使ってます。どんな香りの。いい感じの、甘すぎず、酸っぱすぎず、辛すぎない、なんとも言えない匂い。家でなんか音楽かけたりとかテレビつけたりとかしてますか。音かなりしない方です。音楽は結構その聞こうと思って聞くことが多いから。あ、でテレビをつけることはほぼない。映像を見たいなと思った時はテレビに見えます。それとも携帯で見るか、タブレット、 iPad とか。結構そのプロジェクターでスクリーンで映画とか見るんで、 Netflix とか映画とかはそれで見る。で、バラエティはウーバーイーツ食べながらここに iPad 置いて、チロリと一緒にご飯食べてるみたいな気持ちでご飯食べる。飲食住の E について、ファッションについて質問させていただきたいなと思うんですけども、 A では結構生地感にこだわったアイテムを作られてるじゃないですか、はい、靴とかカバンとかこだわりは何かありますか。一緒一緒、生地、革もシンプルなデザインなんだけど素材がいいとか、素材がいいからめっちゃこう上質に見えるみたいな靴も好きですね。そういう方が、カバンもそうだ。去年と比べて着るようになったなみたいなファッションアイテムとかありますか。フルアメのパンツとかはちょっと最近好きですね、結構新しくやる役のイメージでこの人どういう服着てんだろうみたいな、それに影響を受けることありますね。だからこっち系のアイテム着てこなかったけど、この役着そうだから着るみたいなのは結構ありますね。服も役作りだし、そうだから服なんかめっちゃ大事じゃん。今次やる役の考えながら買い物してますよ。最近じゃあ買ったファッションアイテムなんかありますか。内緒なんだけど
ナレーション役をやった時にそのルックを新しく見せたいから、それまでは着ないの絶対俺は。あ、皆さんの目に作品として見られるまでは俺はプライベートでも着ないように気をつけてる。朝その日のコーディネートを組む時の決める順番とかマイルール的なの。たまに今日これ着たいなっていう時があって、でそれが一つあるとじゃあそれに合わせてどうしようかなって考える。ただほとんどの日々は別にこれが着たいとかなくて、スティーブ・ジョブズも言ってたんじゃないですか、いわゆる朝にそこに脳を使うことがもったいねえって言って、それもあって A をやって何も考えないでそれを着るルーティンみたいな。いやさ、白黒が好きっていうイメージがあるんですけど、なんで白黒が好き、どういうことですか白い服と黒い服が好きって思ってたんですけど、去年はちなみにバーガンディにハマってるっておっしゃってたんですけど、はい、今年のたけるさんのお気に入りカラーはありますか。なんて、パンナコッタみたいな色あるじゃん。テラコッタ、テラコッタじゃあ、でさっき着てたあの、はい、V ネックのあれはちょっと今年はちょっと落ちていこうかなと思います、うん、あとはあれですね、優しいベージュ、茶色系なんですね今年は。はい、シンプルな服がなんか好きなイメージがあるんですよ。なんでですかなんでそんなイメージがあるんですかA とかも結構シンプルなイメージがあるんですけどキャラクターとか書かれた服とか着たりすることあるのかなと。ミッキーとか着ます。あとは猫とか着ます。あ、犬も着ます。新しく買った服ってすぐ着ますか、それともちょっと。めっちゃ着ない、買って満足して開けないでずっと部屋の隅にあってそのまま何年も経ったりする、開けないとなって思う。でも誰か開けてほしい限定とか最後の一点ですとかって弱いタイプですか。それに関しては確かに買いがちかもしれない。でもあれ本当かな調べようなくない、ね、ないですね。いやでも確かにあれ強いよね。このように5個しかありませんとかたまにあるじゃん。ありますね。だからちょっと A も今後やっていきます。世界に5個しかないT シャツを作ってしましょう。2年前ぐらいに実は質問なんですけど、好きな女性の着てたらいいなって思うコーディネート。ああ、もういいニット、はい、マジこれ本当にあったかそうな気持ちよさそうなちょい緩めのいい生地のベージュのニット着てるし、うん、気持ちよさそう触りたくなる服を着てる、そういうコーディネートがグッときます。最後の質問なんですが、まあ、今回のニット販売するにあたってちょっと視聴者の皆さんにメッセージございました。A は理想のニットを作りたくて立ち上がったブランドなので、そんなうちの本領を発揮する季節がやっと来まして、うん、とにかく気持ちいいニットですね。なんか何も考えずにシャッと着て外出たら心も体もあったかいです。ですからこの先どんどん冷え込んでいくでしょう。冬に向けてどん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 寒くなっていく時期にですね、ぜひこの A のニットを着て心も体も、いただいてこの冬を乗り越えていただけたら幸いです。皆さん風邪をひかないように過ごしてください。以上です。めっちゃいいですか今ので。うん、得意の編集でさいいこと言ってる風な編集にして。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。